ートレース常滑トランスワードトロフィー2024シリーズ4日目、今日の最終競争を迎えました。準優勝戦第12レース、メンバー6選手、1号艇遠藤恵美、2号艇真島仁、3号艇八津幸宏、4号艇小川智之、5号艇小山勤、6号艇前田敦也、以上6名の対戦です。スタートまでは1分を切りました。コース枠なりとなりそう。少し前方に外枠から6号艇の前田が出ていきます。準優勝戦3つ目、2つの準優勝戦、10レース11レースと高配当の結果になりまして、この一戦最終競争はどんな結果か、明日のファイナル進出をかけましてラストの戦い、インコース1号艇遠藤を構えました。前半も勝利を飾りました。シリーズ5勝としている遠藤恵美、そして2号艇真島、3号艇のやつ枠なりの体勢で 2,3 コースに構えて、ダッシュスタート角位置が4号艇の小川、5コースが5号艇の小山となりますが、それよりも前方で6号艇の前田、地元メンバー若手前田敦也が構えて6コース。さあ各選手スタンバイ、スタート構成ボートを向けています。枠なりでスタイルは3対3、角位置が4号艇の小川です。清水面が続いています。安定したコンディション。準優勝戦12レース、1番2番3番4番5番6番スタートしました。スロースタートの3艇一周1マークへ向かいますが、スタートは判定中となっています。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。マックストレッチへ出ました各選手ですが、スタートは判定中です。ファンの皆様にお知らせをいたします。このレーススタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。ホームスレッチ直線構成入ってきました。さあこれから各選手が2周目となっています。ファンの皆様にお知らせをいたします。ファンの皆様にお知らせをいたします。このレーススタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。ファンの皆様にお知らせをいたします。フライングありまして、1番2番3番3艇がフライング返還決勝となっています。1番2番3番に関する投票権すべて払い戻し返還となりますのでご注意ください。なお投票権の種類によりましては成立しない掛け式もございます。投票権は大切にお持ちください。フライング3艇1番2番3番となっています。走っているのは3人の選手、6番5番4番の順、6号艇前田、5号艇小山、4号艇小川と3人の選手が走っていまして、バックストレートへ出ました。重ねましてファンの皆様にお知らせをいたします。フライングは3艇1番2番3番フライング返還決勝、3艇に関する投票権すべて払い戻し返還、走っている3艇がゴール、6番5番4番ゴールを迎えます。先頭6番の前田ゴールイン、5号艇小山ゴールイン、4号艇小川ゴールインしました。なお1番2番3番3艇がフライング返還決勝、1番2番3番に関する投票権すべて払い戻し返還です。お手元の投票権は大切にお持ちください。